知ればもっと楽しいオールアバウト LDH。 さあ始まりましたオールアバウト LDH、今回もですね、知ってるようで知らない LDH について学んでいきたいと思います。今回も、担任役を務めさせていただきますザランページのジンです。よろしくお願いします。はい、はい、そして前回に引き続きヒロさん、アキラさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして生徒の皆さんもよろしくお願いします。お願いします。さあ、そして今回からショウゴも来ていただきます。ショウゴもお願いします。お願いします。お願いします。さらにですね、今回からゲストの方にいただきました哲也さん、よろしくお願いします。はい、CL の中で一番出たい番組にやっと出れました。哲也です。よろしくお願いします。いや、なんといっても今回はですね、哲也さんがいらっしゃらないと始まらないということで、今回早速テーマを発表したいと思います。こちらです。EXPG ということで、はい、はい、今回はですね、EXPG について深掘りしていきたいと思いますね。その前に一ついいですか。はい、EXPG テーマで今年度から学長になるんですよ。そうなんですか。でそうまだ認められてない。完全にこっち側ですよね。こっち側だ。そうですね。これだからスタッフさんの中ではまだこっちだってことですね。そういうことなんですよね。まあ、グーやめてください。EXPG がやっぱり輝いてないとLDH 全体の未来はないっていうのはもう今までのこの20年の歴史が証明しているので、これからのあの LDH がどうなるかは全部哲也のせいです。哲也さんのプレッシャーがどんどん。今この子は何パー提出してるかっていうのを僕に報告来るんです。じゃあ滝もっと頑張れっていうのを何度も言いました。めちゃくちゃ怒られました。はい、では早速授業に行きたいんですが、こちらご覧ください。しやうわかわいいね、これ。これね、生徒のみんなが、ハヤト、これヒロさんの肩に手を入れた。やばいやばいやばい。 EXPG 生で多分僕が一番初めてヒロさんの肩に手を乗せた。そうだもんね。めっちゃかわいいな、ヤト。もうなん、もうだいぶ前です。何歳の時、ハヤト。10歳です。10歳、はい、覚えてる。もう有名だったもん、ハヤトは。いやいやいや、全然やっぱオカザイルでも、はい、踊りも上手いし、三重県から通ってるっていうので、通ってましたね。当時は話題でしたよ。あ、みんなとかだって相馬とかももうそうまい、もうそうまい出来上がってるもんね。いやいや、俊之介いいの出てる。俊之介いいの出てるね。赤ちゃんだよ。ちょっと間違えた。俊之介だけこれ入ってないよね、まだね。ちょっともうちょい巻き戻して、赤ちゃんなんかもう抱っこされてるぐらいな感じだもんね。ということで、今日 EXPG について学んでいきたいと思います。お願いします。まずはこちらご覧ください。はい、EXPG の概要でございます。 EXPG は LDH が、アーティストマネジメント以外に、取り組んだ初めての事業として2003年から、開始しまして、初回の授業でも触れましたが、当時はアキラさんが最初にインストラクターを務められていたということでしたけれども、はい、ヒロさん、当初この EXPG を始められたきっかけみたいなものは。きっかけはもともと、なんだろう、 EXILE やる前ぐらいからみんなダンススクールでダンスを教えて生計立てた。ある程度 EXILE で世の中認知された時に、ダンス界をちょっとこうエンターテインメント色をこう、なんだろうな、もっとあの入れて、なんか盛り上げて恩返ししようみたいなところから始まったと思いますね。でも全くその箱も持ってなかった、そのスタジオも持ってなかったんで、はい、まあ、貸しスタジオから始めて、うん、でちょっとアキラ、はい、やっといてみたいな。任されたんです。定期的にそこに自分たちも足を運んで、はい、まあ、生徒の皆さんにダンスを教えてみたいな。ヒロさんも教えてました、当時は。はい、あの定期的に来てレッスンやってくれて、で地方校ができたタイミングぐらいで牧大さん、宇佐さん、松さんとかも教えに行ってみたいな。はい、それができたのが2003年ということなんですけれども、EXPG も昨年20周年ですよね、はい、迎えられまして、今では株式会社 EXPG と、まあ、子会社化し、哲也さんが社長業と。はい、そうです、はい、今代表
取締役 CEO に、はいはい就任させていただきました。はい、どうですか哲也さん、今の EXPG というのは、まあ、社長から見た。いやでももう本当にここのメンバー見れば分かるんですけど、まあ、僕が語るまでもないぐらい、はい、こう EXPG の卒業生がたくさんいる、まあ、事務所でもありますし、はい、あとはその20年の中で培ってきたストーリーだったり、はい、歴史っていうのがすごくやっぱり濃ゆいものになっていて、うん、まあ、そこで出会った子どもたちがこうやってデビューしてこういうふうにアーティスト活動して社会貢献していくみたい な、うん、なんかすごいそのストーリーを作り出せてるっていう意味ではもちろん責任もすごく大きいですし、でもやっぱり LDH の中でやっぱすごくこう大切にしなければいけない場所だなっていうのはすごい思いは強くなりましたね、うん、はい、あのでも本当一番期待しているところはハヤトのとか、はい、もうユータもそうだけど、ジェネレーションズより下のジュニアエグザイル世代より下の子たちっていうのはほとんどがもう EXPG 出身の、アーティストの子たちが多いので、まあ、10年後15年後のやっぱりこう LDH をの未来を考えた時に EXPG がやっぱり輝いてないと LDH 全体の未来はないっていうのはもう今までのこの20年の歴史が証明しているので、そういった意味でも LDH グループ全員社員スタッフの皆さん全員もそういう意識で EXPG を見ていただきたいという思いがすごい強いので、まあ、そこの EXPG が LDH グループの財産であり宝物だというテーマのもと新たな EXPG のこの徹夜の体制でスタートしているということがあるので、すごく自分も一生懸命頑張りたいですし、これから の LDH グループがどうなるかは全部徹夜のせいです。徹夜さんのプレッシャーがもう今のがすごかったよね。いやでもありがたいですね、はい、そうやって言っていただけると、うん、もう本当に僕も自由に、はい、こう自分のなんだろう今まで培ってきたアイデンティティとかも入れやすくなるので、はい、どんどんなんだろう変えていきたいなと、うん、ちょっと今すごい気合い入ってますね、うん、はい、はい、さあそんな EXPG について、詳しく学んでいきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、ということで、授業展開 EXPG ではこのようなカテゴリーでさまざまな展開をしているんですが、じゃあ徹也さん、はい、ちょっと簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、はい、もう、EXPG は5つの部門に分かれていまして、はい、EXPG スタジオという、うん、まあ、本当にダンス、ボーカル、アクト、ラップがあるスクールがまずありまして、その下にこう EXPG オンラインスタジオという、まあ、オンラインでも学べる、システムも兼ね備えていて、で EXPG 高等学院っていうのが2020年に開校しましたね、まあ、あと ETC ダンススクールっていうのもありまして、はい、まあ、EXPG の子会社にはなるんですけど、首都圏に10校あるダンススクール、はい、もう本当に街のダンススクールという感じの間口の広い、もう入り口のすごく広いダンススクールを展開してまして、はい、そしてあと X ファイトですね、トレーニングジムが代官山にあるんですけど、はい、まあ、普通にトレーニングもできますし格闘技も習えるトレーニングジムだけど、ユータは結構行ってるよね。そうですね、あとヨガだったりとか本当に健康、うん、エクササイズでしっかり体を動かす楽しさを感じれる場所になってますね、うん、はい、まあ、その5部門で、まあ、全部で株式会社 EXPG というのが成り立ってます、うん、はい、はい、さあそんな EXPG スタジオなんですけれども、今年1月には船橋港が新しく開港されまして、はい、全国各地にこのスタジオが、あるんですけれども、さあ、うん、国内ですが全部で何人ぐらい生徒が今いると思いますか。これちょっと問題でございます。これって EXPG スタジオグループ EXPG スタジオです。スタジオ、はい、スタジオの生徒です、ね、スタジオだけです。スタジオの生徒全体でもいいですね。ミク、はい、3000人。3000人、うん、しのすけ、1万2000人ぐらい。1万2000人、はい、1万2000人。あ、タキ8000人。8000人、はい、分かりますね。3000、1万2000、8000。リュウタ6000人。6000人。あ、僕も6000弱ってお聞きしたような気がしましたね。おー、そうも今聞き5000人間正解は哲也さん。正解、はい、今ですと5000人ぐらいですね。そうです、はい、スタジオのみで言うと、はい、グループだと1万人ぐらい。そうですね、はい、グループ全体では1万人以上いるんですけど、
そうだから言っちゃえばみんなの後輩が5000人いるんですすごいことじゃない。すごいこと。すごいことだよね、本当に。ちゃんとしないとダメだよ。いや、本当に。だからここに座ってて、その今お話たくさん聞いて、俺結構なんか、やばい、ちゃんとしないじゃんって。プレッシャーが。遅い。そうだね。さっきの回見たら分かるんですけど、口数めっちゃ少ないですもん、僕今。座りながらなんか。だって当時僕が EXPG 入った時は、EXPG のカードもらえるんですけど、その時僕100番台でした。116人目とか。東京校で。東京校で。はい、人今先輩風吹かしたね。あと皆さん一番最初の EXPG のカードは迷彩柄です。黒じゃないです。今日の大阪号カード何枚？僕一桁台です。7番とか8番。あとやから、あとやから。開口すぐで入ったよ。これ開口ちょっと経ったってやから。ちっちゃいやってる。そんな EXPG ですけれども、今年1月には次のようなことが発表されました。こちらご覧ください。はい、EXPG エンターテイメント24エボリューションということですけれども、はい、こちらは、はい、そうですね、はい、新しい、まあ、僕が代表になったっていうこともありまして、はい、で2024年ということで、はい、まあ、24は僕たちにとってもすごく大事な数字だなっていうのをずっと感じていて、はい、まあ、24個の公約みたいなのを作って、うん、いろんな、各部署各校で、はい、公約も立てて、それを皆さんに知っていただく、はい、生徒の皆さんにもそうだけど親御さんたちにも知っていただくっていうのをちょっと掲げさせていただきました、はい、なんかすごくねたくさんいろいろあるんですけど、4番目 の、 2024年 LDH アーティストライブに多くの生徒が出演というのを公約に掲げさせていただいたんですけど、先日ファンタスティックスのライブが始まりまして、うん、で代々木でやった時に僕もヒロさんも見に行ったんですけど、その時にフロントアクトで EXPG のね、はい、生徒を踊ってくれてたんですけど、なんかそれがとても素敵だなとやっぱり思って、この公約掲げて本当に良かったなっていうのをすごく感じてますね。これだからライブでもっとだから、はい、またキッズダンサーの PG の生徒さんをいっぱいパフォーマンスしてほしいなっていうふうに思ってるので、はいはい、2回目に出た家村さんに出ました、メガネの家村さんです。出演させてくれってめちゃくちゃ僕が言ってるんで、はい、間違いないです。制作チームね、もっと PG に出演させていただきたいですよね、はい、でも本当今回2024年これも掲げたので、うん、はい、さらに盛り上げていきたいなと思いますし、はい、あとまあ最後24番目は、はい、そうですよね、はい、24番目ヒロさんと、あ、はい、EXPG 訪問っていうのが、はい、ありますので、はい、俺結構訪問してますよ、はい、もちろん来てないじゃん、はい、確かに来ていただいてます。確かに本当に結構来ていただいてます。来てるし、はい、確かにこれで掲げると初めて行きますか、ちょっと出てます。初めてじゃないよ。これ見てなんかちょっと嫌だったんですよね、これ。でも改めてこう来ていただけるっていうのが分かるだけでモチベーションがってことですよね。そうなんだっていう一つね、はい、あとめちゃくちゃアピールしようと頑張るっていうのもあると思うんですよ。ヒロさんだったりとか所属のメンバーの皆さんもそうですけど、来るとチャンスだと思って、もうなんか歌もダンスも頑張ったりとか。でも伝わってた、はい、宮崎校の時からもう覚えちゃうもんね、はい、やっぱさあ続いて、そもそもどのようなレッスンがあるのかというのを、まとめてみました。こちらです。はい、はい、こちらレッスン、クラスの一覧ですかね。そうですね、はい、キッズクラスっていうのが今ありまして、はい、アンダー6、アンダー9、アンダー12っていう3段階に分かれていて、はい、その3段階の中にも4つ階段があるみたいな風になってるんですけど、まあ、それもレギュラークラスも一緒で、はい、中学生からがレギュラークラスっていう風になっていますね。あとは、EXILE トライブの振り付けコースがあったりとか、はい、まあ、EPI っていうのは、まあ、僕が考えたフィットネスっていうのももちろん入ってたりもするんですけど、まあ、今なんか翔吾が中学1年生、はい、中学生に、特化した EX ジュニアコースっていうのをプロデュースしていて、なんか翔吾がね、小学生からレギュラーに上がるときに感じたことをちょっと今具現化してるんですけど、はい、はい、実際に僕も、まあ、チューチュートレインのキッズダンサーからこうエグザイルトライブに
鳴らせていただいたんですけど、そのキッズダンサーから成人ダンサーになる間にある壁みたいな、やっぱその筋肉量も違いますし身長もキャリアも違う中で、やっぱ一度挫折してなんかダンスやめようかなと思った時期があったので、でそれをその中学生 の, その同世代の方々でこう高め合える環境があれば、よりそれこそ高等学院につながったりとか、その EXPG 全体でこう夢の循環につながるんじゃないかなという思いを哲也さんにお話ししていたら、4月から全国で7校。そうですね、はい、じゃああれなんだね、小学校を卒業すると、はい、その壁にぶち当たるんだ。そう、中学がなかったってことだ。はい、いきなりこう成人クラスに入ってたので、はい、それこそ僕の時代だったら、いきなりそれこそゆうたさんだったり、3代目の健次郎さんと同じクラスに入ることになるんですけど、やっぱダンスのスキルも追いつかないですし、なんかそこの時にこれってやっぱりこの環境で育たないと感じられないことだから、そういうみんなの声を集めてどんどんクラスとかそういうプロジェクトにしちゃおうっていうのは僕は思っていて、なんかなかなか中学でそんな挫折するキッズダンサーって全く想像できてなかった。経験してみないとわからない。キッズ枠で、はい、いい意味でチヤホヤされやすいじゃないですか。そう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 、そこから一気にもうキッズじゃないよって言われた時の、やっぱり大人使うじゃないですか、はい、成人っていうと、はい、だからそこのそうだよね、やっぱこのキッズのね、そんな、まあ、レギュラークラスもそうですけれども、はい、このレッスンを担当している先生方っていうのは、うん、哲也さんが結構あれですか。いや、もともと EXPG に古くからいる方もいますし、はい、新しい方ももちろん入ってくれてますし、はい、生徒のみんなどうですか、当時やってた、まあ、レッスンとか先生で印象に残ってることとか、こんなことありました、ね、やっぱ僕は伊藤先生、伊藤先生やっぱ旅です旅行の通りです、ね、同じく、はい、同じく間違いなく、そうっす、やっぱ伊藤先生厳しかった、厳しかったですね。でもやっぱそれがなかったら多分ここまでの、うん、なんていうんですか、こうフィジカルもそうですしメンタルもついてないなっていうふうに思うんで、やっぱ今できてるあれでもありますね。なんか昔その選抜チームみたいな EX ショーっていう当時のなんかイベント EXPG の発表会があった時に東京校に伊藤先生が行ってて、で、ゆうたさんは大阪校から選抜でその EX ショー出てらっしゃったんですよ。そしたら東京校の当時の選抜の子たちが伊藤先生に、大阪校から来たやつにセンター取られてんじゃねえよってブチ切れられたそれぐらいやっぱり熱い先生が、ゆうたさん何も知らずに大阪が選抜で出てセンターで踊ってたら、ね、ありました。だから僕もその伊藤先生に東京校のレッスンでは、うん、もう大阪校のキッズの方が全然いいよ、うん、全然ダメだよって言われてて、あ、そう、こうがっかりしたら、うん、後々力也とかマサイルと話したら、うん、大阪では東京の方が全然いいって言ってそれでこう高め合って、なるほどね、素晴らしい、すごいやつよ先生、すごい緊張心を煽るのがうまいんだね、うまい、そう聞いてるとすごい、なかなか言いにくいもんね、それ、そうですよね、やっぱ言いにくいことズバッと子供に言ってくれるっていうのはなかなか愛がないとできないなと思いますし、でも僕もすごくこうインストラクターの皆さん今でもいる方も素敵なんですけど、なんか今後、はい、今後やっぱ EXPG としてその愛を持ったインストラクターのみんなを育てたいなっていうのをすごく思っていて、例えば みんなはいろんな運とラッキーを持ち合わせて実力を持ち合わせてトライブになったかもしれないけど、そうなれなかった子たちの方が多いわけで、でもそういう子たちが大人になって EXPG をやめてダンスもやめちゃうみたいなことがなんか見てきてちょっと悲しいなっていう風に思ってたんで、アーティストも追いながらいろんな夢叶えられるんだよっていう時代に今なってると思うので、あの EXPG で育ってきたこのスキルを生かして EXPG の先生になって、さらにまた自分でアーティストも追ってとか、そういう風ななんか仕組みが作れないのかなっていうのを思っているので、これからの EXPG でのインストラクターの在り方っていうのはもう育てたいっていうのがなんかすごく夢になってますね、はい、EXPG すごいですよね。だからイントラだけじゃなくてクリエイティブにもいるじゃないですか。そうですね、はい、僕たちのライブを一緒に作ってくれるクリエイティブメンバーっているんですけどね、はい、制作と一緒にクリエイティブ、はい、そこのクリエイティブの子たちは EXPG 出身の子たちばっかなんで、
すごいですよね。98% は EXPG ですね。そうですね。はい、確かにそうですね。なんかすごいいろんなことにチャレンジできる環境を作りたいなっていうのは思って、マネージャーになった人もいる。あ、そうですね。そうですね。だから LDH 全体で EXPG のこう卒業生とかをなんかこう受け入れ体制も強化していきたいなっていうのはあります。はい、すごい楽しみです。はい、ありがとうございます。さあ、そんな EXPG ですけれども、先ほどもあのライブねサポートで、はい、あの出演されてたというお話もありましたが、こちらご覧ください。はい、うわ、ちょっといいね、これはこの昔写真出せないですか。いいね、いいね。はい、まあ、数名ですね、いいね。あれ、あれハヤトでもなんか大きくない、この時。これでも中学生です。ファンタジー、はい、ファンタジーの時、最後名古屋の一番最後。これは食うとこんな感じ。ミクはどれだ、ファンタジー、これ。いや、これは多分タワーフィッシュ、タワーフィッシュだ。懐かしい。ユータさん多分2代目、3代目さん。あ、バーサスのバーサスのやつですね。そうだ、旗振ってる。大旗。タキはこれ多分 EX 賞、本当キッズの小6の時ですね。俊之介はこれは、これ僕あのユナイテッドジャーニー、そうですよね。オールウェイズミュージアム、僕らの。すごい。そういうことになんかちょっとね、なんかね、ボーイスカートキャンプに行ってんのかな。めっちゃ可愛いよ。可愛いですよね。めちゃくちゃ。で、すごい質問なんですけど、なんか。なんだろう、いつもさ、みんなすごいさ、小学生の子たちが体育座りしてさ、そうそうそう、いい子に、いい子でいるみたいな。もうあれ見ていつも感動してて、まあ、一緒に踊れると、まあ自分たちはその経験が多分俺とか明とか哲也ないんで、うん、どういう感じの子供心なのかなみたいな。僕はそれこそあのファンタジーに初めて出させて、ね、はい、もらったんですけど、もともとこうダンスをやっていこうと思って EXPG に入ったんですけど、うん、あのステージに立ってあの景色を見た時に初めてこう、あ、自分も自分が主役となっていつかこういったステージ立ちたいなと思ってアーティストを目指すようになりました。うん、あ、じゃあダンススクールとして入ってダンスだけだったんだけど、やっぱこう視野が広がって、はい、夢が広がったみたいな、はい、アーティストっていう夢に変わりました。その時ちゃんと体育座りして裏で待っててなかったでしょ。いやいや、待ってました待ってました、ちゃんと待ってました。でもなんか目標が叶った感みたいなのあったかもしれないです。なんかスクールの中でもオーディションとかがあったので、うん、そのね、はい、なんか今回の次の EXILE さんのライブあります、うん、誰が出れるかオーディションみたいな、はいはいはい、でそこに出た子たちがやっぱよすごい笑顔で帰ってきたりとかし、うん、レッスンとか受けてるのを見るとやっぱ、うん、くそーみたいな、なんで俺落ちたんだよみたいな、なんか少年団でいう先発に選ばれる、はい、そうそう、もう全国から集まって、はい、この立てた感というか、一個本当に夢叶った感は当時スタジオでレッスン生だった時めちゃくちゃありました。やったぞみたいな。どこどこの誰々ってば入る。ああ、ありました、めっちゃありました。ありました、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 ありました。めっちゃありましたね。でそれとすれ違った時、こいつか。ありました、ありました。あるんだね。こいつ全国回ってんだみたいな。めっちゃありましたもんね。やっぱあるんだ。めっちゃありました。そんな写真も出ましたけれども、さあここでですね、EXPGの。まあ、卒業生がたくさん所属にはいるんですけど、うん、その一覧を見ていきたいと思います。うん、まずはこちらです。はい、東京校ですね。直樹さんをはじめ。直樹ってそうなの？直樹そうですね。直樹さんそうです。東京校に入りましたね。あ、入ったね。アキラが紹介。そうです。そうですね。直樹坊主でさ、すっげえ覚えてるわ。とんでもない、なんだこの存在感っていう。いや、すごかったです。捕獲するしかないです。捕獲してきて。入れてた。捕獲やばいっす。本当そうだった。大阪多いな。大阪多いですね。多いですね。南部地も多く、はい。西日本行きます。西日本。京都、名古屋、福岡、京都、沖縄。写真見たかったな。東日本。札幌。札幌濃いなこの3人。濃い。濃いっすね。濃い。濃いっすねやっぱ。続いてこちらも見ていきましょう。はい、はい、EXPG フォト学院学長金髪だから。そうですよね。今黒にした、ね。今、はい、黒に。どうですか今のこう心境と言いますか、まあ、改めまして。いや、つい先日2日前とかですかね、うん、多分哲也さんの、お手紙と僕のお手紙が
保護者の皆様に配信されました、配布されましたね、配布されました、もう逃げ道がもうありません逃げようと思ったもうやめれないともう逃げられない、はいはい、そう、もうでも哲也さんからだいぶ前からお話はいただいてて、もう腹はくくってたんで、まあ、僕は EXPG 高等学院、まあ夢はでっかくなんでね、はい、やっぱこう世界で一番エンターテインメントの世界に若い子たちを輩出する教育機関にしたいなと思ってて、まあダンサーだったり振付師、まああとはうちでいうクリエイティブだったりとか、あのライブの演出だったりとか、もう何でもいいですよ、照明だったりとか、そういうエンターテインメントの世界で活躍できる子を一人でも多く輩出したいなっていうのは今僕の思いです。すごい、今はすごい楽しみですね、ワクワクします。いや、まあ、もちろん僕だけで決めたわけでもないですし、はい、ヒロさんともご相談させてもらったんですけど、まあ、ゆうたが今までこうコロナ禍でも高等学院に対してとか PG 全体に対してのこうなんだろう、行動力の持ち方の愛の持ち方みたいなのがすっごいこう熱かったんですよ、はい、ずっと変わらずにやってくれてるんで、あ、これはなんか EXPG にいてほしいなっていうのはすごく感じていて、まあ、せっかくだったら学長をやってくれないかなと思って、うん、あの相談したっていう感じですね。すごい、はい、ということで実際にね通ってた生徒の、まあ、滝と、はい、篠之介君どうですか、学校生活は。いや、もうすごい楽しかったですね、うん、もう僕卒業生なんですけど、うん、すごい自分にとって青春の場所だったなってすごい感じましたし、うん、ダンスを学びながらも高校の卒業資格を取れるっていうのは本当ないじゃないですか、だからもうすごい自分もダンスも上手くなりましたし、在校生はすごいいろんな夢を持った子が集まってるのが EXPG 高等学院だったので、その夢を共有し合ったりする時間がすごい楽しかったなって思います、はい、順のつけどうです。そうですね、こうなかなか受けることないジャンルの、あのレッスンをこう自動的にというか機会を作っていただけるので、なんかすごく楽しく学校生活してます。勉強はちゃんと やってた、こっちの勉強は。あ、はい、もちろん、ね、向こうの方で。この間も2日前にあの期末テスト受けた。おー、すごい、ね、大丈夫、大丈夫だった多分、はい。すごいね、水の LDH っ子なんだ。そうですね。え、じゃあ普段のスケジュールって、例えばダンスレッスンがあって授業みたいな。週3回通うんですよ、あの EXPG に、はい、で、他は N 校 の通信の勉強をね、はい、するんだけど、あの提出しなきゃいけないものがいっぱいあるんですよ、はい、でそれが 100% あって、はい、今この子は何パー提出してるかっていうのを僕に報告来るんですよ。うん、だから滝もっと頑張れっていうのを何度も言いましためちゃくちゃ怒られました2年生の時すごい怒られて、もう3年生の時もう早くやろうってめっちゃ頑張りました。学びだもん ね、はい、そのね、なんか学校1期生だしすごく目立ってたので、やっぱ学校全体引っ張っててほしい人が、大切だな。ダンスはもちろん上手いけど勉強の方もちゃんとやってるっていうこの姿勢を作ってほしいなっていうのは、まあ僕らのエゴでもあるのかもしれないけど、そういう期待も込めて。昔の自分が聞いたらどの口がみたいな、めちゃめちゃ思ってる。私は間違いない、多分俺と秋山さん、俺と秋田一緒だ絶対に一緒いや、やらなかったからね、大切さは誰よりも分かるんですよ、勉強した方がいいなみたいな。やっとけばよかったね。さあ続いて、現役の、まあ、メンバー所属の LDH の所属の方々ですね、うん、が授業をするという特別講義についてですね、はい、これまでに特別講義をしたメンバーの一覧がございますので、こちらです。出てる健二さん写真がみんな、はいジェネの写真ある。ああいうポーズの時のあれだったんです。あ、そう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 、そうなんですよ、年間者みたいな。はい、どうですか、授業特別講義されて。いやでもなんかすごいやっぱ緊張感もありましたし、うん、その逆にこう哲也さんから特別講義お願いしてもいいっていうお話をした時に、自分がじゃあ何ができるんだろうとか、うん、改めて今の自分のこう立ち位置だったりとかをすごく見返すきっかけにもなりましたね。で、あの特別講義した後はみんながなんかこうレポートみたいなのを書いてくれて、特別講義はこうだったみたいな、なんかそれを見るとやっぱりなんかここがためになりましたって人もいれば、なんかみたいな感じのもあったりとか、でもそれって逆に全員にこう話すっていう意味では、自分もこうエンターテインメントで置き換えることもあるというか、なんかいろんな人にいろんな思いを伝えるときに、あ、こういうふうに届くんだとか、多分
ここで講義をしなければ感じれなかったことみたいなのも逆に感じさせてもらってるっていうのもあるので、なんかこういう場があるっていうのは逆に本当に LDH のこう強みというか他ではない色なのかなっていうのを改めて感じますね。なんかみんなが一生懸命頑張ってきたもの、叶えた夢で経験したものって多分人に伝えて喜んでもらえるものに絶対なるはずだっていうのはすごくね、もちろん思っていて、だから EXILE TRIBE みんなが先生になれるような講義の仕組みみたいなのが作れないのかなっていうのを思って、うん、なんか特別講義枠みたいなのを作らせてもらったんで、うん、なのでこれからもぜひ皆さん、はい、ね、滝とか、いやもうこの逆にね、すごいね、確かに俊之介も逆にね、めちゃくちゃしたいです、そう言ってもらえるような、はい、僕らもよくヒロさんからこうやっぱ自分たちが経験したことを若いみんなに言ってやっぱ近道をしてほしいっていう言葉をいつもいただくんですけど、やっぱその学んだ人がいるからこそその人たちから教えていただいて、よりこう何ていうんですかね、自分の中でこうスマートにというか、そうですね、なんか夢を叶える道ができれば、うん、あとみんなが教えに行くことによってまたこう再確認できますね、はい、そうですね、教えるってすごく大切で、はいはい、なんか教えるのを一方的に何かを提供するってことじゃなくて、やっぱ教えることによって教えてる側もまた学びがあって、やっぱすごいそれのサイクルってすごい大切だと思うので、すごくこう昔はこうライブで踊ってもらって、そのエンターテインメントの中でのウィンウィンな関係はできてたんですけど、今ってこうすごくこう歴史があるので、その学びのこうウィンウィンになる関係も作れてるのはすごく本当にそういう意味も込めて LDH の財産だなっていうのは改めて思ってますし、それこそちっちゃい頃からいろんな教育っていうか LDH のなんだイズムっていうと変ですけど、そこのあり方とか成り立ちみたいなことを学んでる子たちが多いので、ある程度デビューするタイミングでもこう変なところでこうとっ散らからないような、なんだろう、しっかりしたものを持ってる若い才能ある子たちと出会えるので、それってやっぱ EXPG が昔から大切にしてきたことを小さい頃から教えてきてるみたいな、それの積み重ねが今の LDH のスタイルになってるなって思うので、本当そういう意味でも財産ですし、さっき言ったこう夢がこうなんだろう循環するといいますか、こう教えられた側が教える側になってまたウィンウィンの関係になるっていうのもものすごく財産ですし、全てにおいて EXPG というものがあって LDH ジャパン LDH グループが成り立ってるっていうのは本当に改めて思ってます、うん、はい、やっぱり伊藤先生の厳しさも大事だな、本当に大事ですねだから言われるとみんな言うじゃん、みんな言いますし、はい、ミクは今でも怒られます今でも怒られます、怒られますやっぱ愛があるなって今でも愛がある、はい、ということでですので、ね、もう本当に LDH にとってもそうですし、僕たち EXILE TRIBE のアーティストにとっても本当に大切な場所 EXPG というのを、皆さんに今日はご紹介させていただきまして、本当に、ね、貴重な時間でしたけれども、もしかしたら今見てる方々もね、こうダンスやりたいって思ってでもまだ踏み込めない人とか、勉強もやりながらダンスしたいっていう方もきっとたくさんいらっしゃると思うので、こういったきっかけが作れて本当に良かったなと思います、はい、ということでまたお会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。